皆さん、どうもご視聴いただきましてありがとうございます。ハヤトでございます。それでは今日の動画行ってみましょう。さあウニコ、なあウニコ、ウニコよ、ついにこの時が来たな。ついにこの時が来た。さよならの時が来たね。お別れだ。そんなわけで今日はウニコちゃんは新しいお家に引っ越したいと思います。今までこのねグラスハーモニー450ってのを使ってきたんですけど、繁殖にあたってちょっと狭いので引っ越します。っていうかこれ使ってるとめちゃくちゃここガジガジするんですよ。でもボロボロだしね、こんな壊れるのも時間の問題だわ。聞いてる？あなたですよあなた。じゃあ早速引っ越しの準備していきましょう。このねあんまりこう使えなかった滑り台ですけど、ウニコちゃんちゃんとこんなボロボロになるまで家として使ってくれて、まあ、新しいとこ行って落ち着くまでこれをまたちょっと再利用してね使ってもらいたいと思いますんで持っていきましょう。あ、デカペレット、こん中にねほんといろいろ食べ物をやっぱりねこう隠し持っていて、今見てみるとねいろんな大根の葉っぱであったりペレットであったりその他もろもろがいろいろ出てきましたね。家を取られてもこの食い物だけは渡さねえぞっていうね、ウニコのこの生きるための活動行動、やっぱねこういう図太さがあって初めて自分の子供を育てることができますからね。まあ、ちなみにまだ妊娠してません。そうだな、まあ、来週か今週中に妊娠してそこから出産の準備に入っていくって形ですかね。新しいケージに入れてやっぱある程度慣れてもらわないと子食いとかねその出産の失敗につながっちゃいますからね。この子はどちらかというと繊細なところがある子で、なんかちょっとしたストレスでね子供を食べちゃったりしたら悲しいですからね。まだ妊娠してないけど。じゃあウニコちゃん、縁も竹縄ですがね、そろそろ引っ越しの方に移っていきますか。まあ、引っ越しってのはもうめちゃくちゃこうセンチメンタルな気持ちになりますよね。僕も人生で何回ぐらいだろう、7回か8回ぐらい多分引っ越ししてるんですけど、そのたんびにこう切ない気持ちになりますからね。皆さんはどうでしょうか。じゃあねウニコ、そろそろこのお家ともお別れだね。じゃーん、ということで買っちゃいました、ルーミー60。これで僕も一流ハムスター飼い主の仲間入りですね。中を見てみましょう。まあある程度ちょっとセットしちゃったんでね。はい、まずこれホイール、これ別売りで21センチだったかな。であと水のやつね。それと今回からはこの大理石というか石だね、これを入れることにしました。まあ、うちはエアコンずっとつけてるんでそんなに暑いことないと思うんだけど、まあ、一応夏を快適に過ごしてもらうためのアイテムですね。高かったです。石なのにね。まあ、冷たいし、物としてはいいんじゃないかな。重たいし、ずれづらいだろうしね。はい。ちなみにね、大きさの比較としてはこんな感じですね。上のグラスハーモニー450がその名の通り45センチ、横幅ね。で、下のルーミー60が60センチなのかな。まあ、どっちかっていうと、横幅よりも奥行きの方が、なんか大きく感じる理由な感じしますけどね。はい、じゃあセットしていきます。さっきも言ったけどね、これはもうちょっと引き続き慣れてもらうためにまあこれ使っていきましょう。はい、お次はトイレ。トイレはちょっと汚れたおしっこの塊も若干残した状態にしています。匂いをある程度つけておかないとすごくこうストレスになって落ち着いて生活できないですからね。はい、まあこんなとこかな。どこ、まあちょっと場所に関してはね。はい、これ前使っていた床材ですね。これを巻くことによってハムスターは自分の居場所を巣だと認識して早くね馴染んでくれると思います。これ実はめちゃくちゃ一番大事なことだと僕は思ってるんです。さあウニコどうぞ。さあ初の引っ越し先での生活になりますけど、どうでしょうね。早速新しい石のとこに行ってくれました。まあ、当然慣れない広いところでちょっと戸惑ってる感じしますね。ちなみにこのルーミー60上から開くんで非常に撮影も
今までとは違った角度からしやすくてとってもいいですね。物の配置なんかはとりあえずなんで、またこれからいろいろ考えていこうと思うんですけど、一つ心配なこととしてはこのホイールの裏ですね。これ多分ガジ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 して壊しちゃうんだろうなと思って、別売りのちゃんとしたやつ買ってるんですけど、まあ付け方間違ってないよね。あと登って降りる時とか挟まって死んでしまうとか、そういうことがちょっと怖いですね。皆さんはなんかいい対策してらっしゃる方います？はい、じゃあ初めてのホイール21センチですね。この中は小柄なんであまり大きいのは必要としなかったんですけど、生まれくる子供たちのために買ったって感じですね。そんなに走るのももともと好きじゃなくて、登ったりだとかガジガジしたりとか、そっちの方にいつも力を入れてる子だったんで、これでね走ること覚えてくれて楽しく過ごしてくれたらいいですね。妊娠中は発動と思いますけど危ないし、まあやっぱりここ登るよね。絶対登るよ。ここは大丈夫かな。お腹が大きくなってきたらもう外さないと危ないね。給水器は口は届くけど赤ちゃんたちはちょっと厳しいだろうから、また別のことを考えないといけないですね。広くて楽しいのか、床材の中を潜水艦のようにぐい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 こう進んで遊んでますね。床材に関しては本当はね、出産するときもうちょっと多く入れてあげたいなと思ってるんですけど、だいたい出産する2、3日前でいいと思うんで、それまでこの量でいきたいと思います。いざ赤ちゃんが生まれるとやっぱり2週間ぐらいは掃除できないんで、できるだけね清潔な状態で保ちたいという感じですね。金クマハムスターと黒クマハムスターの子供がどんな色のハムスターが生まれるかって結構調べてもあんまり出てこないんですよね。遺伝の勉強してもやっぱり親がどんな遺伝子を持ってたかによるんで、なんでこれから金クマハムスターとの子供を出産する予定のこの動画もね、多分世界的なって言っちゃう、世界的な、資料になると思いますんで、皆さんぜひぜひチャンネル登録の押していただいて、一緒に見守っていただければなと思います。それでは今日はここまで、ありがとうございました。